それは幼い頃の記憶。あれは夢だったのか現実だったのか。32社受けて全滅ですけど。なんでそんなに東京にこだわるの？田舎は嫌なの？国王をやってほしいというお話なんですが。ミニ独立国？町おこしのネタですよ。一応王宮なんだけど。1年？そんなの聞いてない。足んないよ、吉野ちゃんならできる。あんた新しい国王？ユーマ、未確認生物のこと。デザインコンセプトはオシャカルトでどう？国王としてこの町をどのように変えたいとお考えですか？国王って言われてちょっと調子に乗ってたかも。真野山のこと何も知らずに。お話を聞かせてください。国王様が何の用だい？このままでいいよ。よそ者に何ができるの？真野山の町を盛り上げてください。わしはこの町を変えるために必死なんじゃ。廃れた町を変えるのは若者をバカ者をよそ者って言うしな。私たちでイノベーションを起こすのよ。乾杯。町の良さをもっとみんなに知ってもらいたいの。そんな甘いものじゃないと思うけど。諦めるのは早い。あ、発見。今日は新しい旅立ちの日。みんなの心にずっと残り続ける何か、町の人たちと一緒に見つけていきたい。拙い国王ですが、よろしくお願いします。テレビアニメ桜クエスト、4月5日出勤開始。